宮島さんかみたいな。そうそうそう、だから本当にそこは上下ないんですよ、うん、そこはもうその時空いてた人っていうことになるから、はい、ここだけ合わされて、そこでやっぱベテランもいいよってなっちゃうとダメです。そうそうそう、その余裕がないですよね、もうそれを言う、もう人がいないからって言って、もう最悪客演さんにやってもらうことがあるからそうですね。いや、そうですね、確かそれ以降下に穴が開いてて、下から何か出すっていうのは続きましたね。ですよね、うん、なんかこの間出さなかったやつが、あ、鈴なりってやったやつ、あ、鈴なりはまあちょっとできなかった、うん、でも考えたら鈴なりは奈落があるわけだから やろうと思うまあ、あの地方があったからね、あれ鈴なりだけだったらあれ、うん、だからやっぱり雑貨園寺を上打ちでやってますけども、高円寺だけだったらもっといろんなことができますよね。そうですね。うん、旅からね、地方から。そうなんです。でもね、高円寺の人とかからは、やっぱり演出とか使い方をいろいろ工夫してもらってるってことで、うん、あの評価してもらってるところもあったりして。そうなんです。うん、そうですね。せっかくだからねって思っちゃいます、ね。そうなんですよ、うん、あの。すげえ高さもあるから、実はあそこだけだったらもうちょっといろんなことはね、うん、できるかもしれないけど、まあまあ、大阪も大体行きますからね。うん、ですね、あとからね。そうなんですよ、うん、あのカムカム以外でもまあ長谷さんにいっぱいやっていただいてますけれども、はい、最近だと腹黒弁天井やっていただいて、はい、どうですか、なんかやっぱ違いますかね。それはあの無理、役者に無理させられないとか、はい、そういうことになるのかな、違いとして。そうですね。そうですね。あの森に飛び引っ越しリールとかね。ああ、そっか。あれ結構大変でしたよね。奇弁走れの出演宇宙天家族とか。奇弁は結構役者にいろいろやってもらってました。奇弁はでも、まあ、小道具というか中道具を移動させるっていうのを、うん、その担当の人がずっと動かして、役者が動かして、石みたいなのね。あ、そうそう、うん、なんかみんなにすごいやってもらって、みんながなんかすごい汗だくっぽかったような。あ、そうです、そうです、汗だく、まあ、まあ、そういうか汗だくしてる、そういうテイストで作られた作品ですから、うん、なんかあれが京都の市街で、ね、その間に金閣寺をイメージする石があったりとか、うん、はいはい、それを動かして、ね、動かしてもらってたんですね、うん、だそれも結局、腹黒弁天町もそうだった。腹黒弁天町もそうだった。腹黒弁天町でも、まあ役者も動かしてたけど、スタッフさんも動かしてたから、あ、そっか、普通の公演の状態に近いですね、はいはいはい、結構でもね、みんなに動かしてもらってたから。でも紀ノ国屋であんなセット、あんなコンセプトのセットなかなか見ないなって。そうですか。気が新鮮な、そんなずっと紀ノ国屋に通ってるわけじゃないからあれですけど、うん、なんかやっぱりガチッとした市場の光景みたいなものがイメージとしては多いから、うん、なんかあんななんか稼働でいろいろなっていくっていうのね、うん、なかなか新鮮な。それでも結構良かったですね、画期的。これでしょ、こう棒を刺して、うん、結局早くしなきゃいけないときは直接刺すっていう、あのこういうなんていうか、平台で台がいくつかあって、それをガチンガチンとひっつけることでこう舞台ができるっていうので、それを役者が動かしてたんですけど、こう棒を刺して動かす、だからそう、こう押してる姿がかっこ悪いからってことでね、なかなか最終的にはもう急がないといけないから、それを直接押していいとかになって、ちょっと中途半端になってましたけどね。なかなか他のいろんな方もやってるということで、どうみんな違いますか、やっぱり。みんな。僕はあれじゃないですか、美打ちとかって、みんなどんな感じなのかな。自分しか知らないですか。やり方ってだいぶやっぱ違うんですか。まあ、でも一人、まあ、さっき自分の方がこう作演出と書か
かれて演出される方かによって感じがあったりする。ああ、そうかそうか。うん、なんですけど川口さんとよくやってて、はい、川口さん本を書いて演出をやってるってパターンがあったんですけど、でも同じような感じで川口さんも大抵やっぱりあの本がほとんどない状態で打ち合わせがあるので、あの自分で本書かれるときは、だから、スタートする時点でやっぱりなんか橋書きみたいなのを用意していただいて、それに基づいてやって、結局やっぱりこっちが出して、向こうが書いてきてっていう、同じようなやり取りで作っていくみたいな、自分で本を書くことだと、そんな感じが嬉しいので、やっぱり、皆さん大体台本がないんですよ。そうですね。ギリギリなんですよね。そう、新作の場合はやっぱり大体ないので、うん、そうするとやっぱりそのあらすじとかから拾って、うん、でも先に出しちゃった方が楽っていうところもそれはあるんですけど、こっちに合わせて当て書きしてくれるみたいなあるんじゃないですか。だからだったりする時もありますけどね、全部台本があるとまたそれはそれでっていうのも台本があるとやっぱり台本をなんか忠実に読み解いた感じのなに行くっていうパターン、まあ、そこからでもこう、まあ、こうなってるけどこっち行ったらどうですかっていうのがあったりもするけど、でもそこからってから足りてないので、なんか後藤博人さんの台本とかだと本当にセットに対して当て書きするので、私が結局全部出入りの関係とかを書いて、ここにこういうところがあって、ここに階段があって、こういうっていうと、それの絵を見ながらそれに向きを合わせて、なんか台本のやつってこう入れ違い、人が入れ違いでこう、こっちが出てきて、こっちからこっちが出てきてっていう数字がみたいなのがあるんで、出入りの関係性がきちんと分かってないと書きづらいなと思って、先にセット決めちゃって、そこに合わせて手配にこっちからできたらこっちがこうなるからこうで、みたいなパターンもあったりします。なんか演出の人がすげえ決めてくるみたいなのもあるんですか。演出そのあのこういうこっちにこれのがあってね。ああ、そういう方もやっぱり方もいいかもしれない、いらっしゃいますね。欲しいこういうのがあったりとかあったり。うん、僕は全然言わない方ですかね、それは。そうですね。まあ、ちょっとは言いますよね。ちょっとは。はい、漠然としたことですから。そうか、やっぱ言わない方か。そうですね。でもみんなそんなに言わないかな。でもいや、なんかこれとこれとこれがあればできると思う。みたいな感じの人もいらっしゃいますよ。こういうのが用意してあればいけると思いますっていう人もいるし、なんか何だか分かんないけどこういうのしたいから考えてっていう人もいるし、丸投げしてきたけど出すといや僕がイメージ違うっていう人もいるし、でも出さないと分かんないから。いや、というか演出は自分のね、とこしか分かんないから、なんかだから、打ち合わせとかがすごい好きなやつとかいますよね、好きな人。だったらなんか、何時間もビーチがあったところに対して、何喋るのか思ったり、ね、なんか、僕は短い方がいいみたいな。一晩やるタイプの人とかいるんですか。スタッフ入りの人なのかな。そうですね。きちんと全部決めないと。なんかでもそれぐらい長く打ち合わせしたら、また延々変わるんです。
ないかな。でも今本当にでも何を誰にも結構やっぱ時間がないじゃないですか。あ、そうですよね。時間を持って準備するっていう心配が少ないので、うん、それもずっと課題としてあるんですけどね。あの本当に早く取り掛かった方が全てのことがいいはずなんだけど、うん、どうしても全部のことになるっていうのが ね、 そうですね、ありますね。なんかさっき演じてやれてればなんかもっとだったけど、こっちも整理でデザインしなきゃいけないとかっていうのもあるから、うん、あんまりいろいろこう詰めてやるのか話せないっていうかな、うん、ただもっと時間いっぱいかけたらいいのかって、まあそれも思うんですよね。わからないんですけど、新作なんだよ。その1年前ぐらいに話してたって気分が変わるからテーマっていうの中でも、うん、やっぱりギリギリが待つっていうのよくわかるし、うんうんうん、難しいところですよね。それでみんなをこうせき立ててしまうところがあるから、うん、ギリギリだ。でも少なくともあのギリギリな本が遅いってことをなんか堂々と楽しげに喋ることはやめようってそれあるじゃないですか、ちょっと風潮として。はいはい、俺なんかもっとギリギリだよみたいなことを言え、はい、これ良くないんだろうなと思って、少なくとも恥ずかしいことだという、あんまり表に言わない方がいいことなんだっていう、なんか僕もツイッターとかで、稽古中にね、もうちょっとで本番の時にできないとかが、今日脱稿とか、はい、今日脱稿で乾杯します、書くなって言って。恥ずかしいことなんだそれはっていう、なんかそういう風に考えようと思ったりして、はい、でもそう、細くて当たり前みたいな感じありますよね、なんかね。そうなんですよ。そこをまあしょうがないのだと思うけど、誇ることではない。はい、いろんなことだけはちょっと。